はい、こんにちは、116インズです。現地4月30日のトレードデッドラインまであと数日となりましたが、今日は立て続けにトレードが成立し、ファンが待ち望んでいたトレードの季節らしくなってきましたね。昨日のアロザレーナ、AJ パクのトレードを皮切りに、トレード市場が徐々に流れ始めた感じがあります。今日は主だった4件のトレードについて簡単に話していければと思っていますので、早速見ていきましょう。まずはレッドソックスとドジャース間で成立したトレードから。レッドソックスがドジャースから先発投手のジェームス・パクストンを獲得し、見返りとしてドジャースは現在ドミニカサマーリーグでプレーする17歳の内野手モイゼス・ボリバーを獲得しています。パクストンは今季ドジャースの先発ローテでぼちぼちのピッチングがしていましたが、ただ内容が決して良かったわけでもなく、先日リバー・ライアンを昇格させる際にパクストンを DFA していましたので、結果的に昨年までプレーしたレッドソックスに半年で復帰することとなりました。レッドソックスとしては先発陣のデプスを強化することが主眼にあるトレードと思われ、特にハウクラがすでにキャリアハイのイニングに到達しつつある中で、先発4番手5番手としてならぼちぼち投げることができ、かつ大きな対価も伴わずに獲得できますので、特にトレードにあたってのリスクもありません。一方でドジャースはパクストンを DFA している立場ですから、見返りのボリバーは17歳と宝くじの側面が強いですが、正直何かもらえるならそれでいいと。パクストンの残り年俸をレッドソックスが負担することで、わずかながらでありますがペイロール削減も実現しています。今季のパクストンはここまで18試合に先発し、防御率 4.43、 ベースボールレフェレンス算数のウィンザーブリプレイスメントは 0.4、 ただ FIP は 4.96 と防御率と比べて悪くなっています。6月24日の時点では防御率 3.39 となかなかの数字を並べていましたが、この時点でも FIP とだいぶ乖離がありましたので、徐々に防御率の方が追いついてきた感じもありますね。かつては支配力もある左腕でしたが、今季は球速が下がり、キャリアの中で最も三振を奪えていませんし、他方で予期球の割合はキャリアワーストと、お世辞にも内容面は褒められたものではなく、ドジャースが DFA したのも今後を考えたらおかしくはない判断ではあると思います。ただ先発ローテーションを守り通している点は評価でき、レッドソックスはそこを勝ったのかなと。今季のレッドソックスは先発陣のパフォーマンスが一つ大きな強みとなっていますが、現在のローテーション以降のデプスには乏しく、またタナーハウクやカッター・クロフォード、クーパー・クリスベルがそれぞれすでにキャリアハイのイニング数に到達したか、あるいは到達しそうな勢いですから、先発陣に保険は欲しかったでしょう。昨年までチームでプレーし勝手を知るという点でも、パクストンはちょうどいい選択肢だったのかもしれません。続いて昨日アロザレーナを獲得したマリナーズですが、今日も動いてきました。ブルージェイズとのトレードでリリーフのジミー・ガルシアを獲得し、見返りとしてブルージェイズはベースボールアメリカでマリナーズ参加13位の外野手ジョナタン・クラステ、さらにシングル A のキャッチャージェイコブ・シャープを獲得しています。打線は特にそうですが、ムニョス頼みのブルペンに関してもできれば補強したかったマリナーズが、今年の市場ではトップレベルのリリーフであるガルシアを確保してきました。ガルシアは今季オフに FA となりますので完全なるレンタル。そこにクラッセを中心としたパッケージを差し出したのはバリュー的には少し出しすぎな感も否めませんが、ガルシアを取り逃すわけにはいかない、ブルペンの課題も真剣に考えていた証ではあるでしょうか。一方でブルージェイズはガルシアのホースで、少なくとも契約が今季限りの選手を売る姿勢がこれで明確となり、この後も菊池雄星選手らのトレードが続きそうですが、ガルシア一人で参加トップ10前後のプロスペクトのクラッセ、さらにシングル A でソリッドな活躍を見せているキャッチャーのシャープを手にできるんだったら、まあ十分な対価のように思います。キアマイヤーが今季限りでの引退を表明していますし、スピードスターのクラッセを来年上で使う場面も出てくるかもしれません。ガルシアは今季29試合に登板して防御率 2.70、 FIP2.64、 2019年以降のフルシーズンで毎年60試合以上に登板しているタフなリリーバーで、にもかかわらず33歳の今季はフォーシームの平均球速が 96.7 マイルで、実はキャリア最高。 K% も同じくキャリアハイの 36.5% と支配的なピッチングが光っています。このパフォーマンスを維持できるんだったら、マリナーズブルペンでムニョスに並ぶ存在として期待できそうですね。ガルシアは6月中旬に肘の尺骨神経に問題を抱えて1ヶ月ほど離脱し、先日復帰してからまだ2登板しかこなしていませんが、スピードに関しては落ちていないようですから、今のところその点についても心配はしていません。ガルシアの獲得後、スタネックがメッツへトレードとなりましたが、スタネックの投げてみないとわからない不安定さを考えると、それが今季のガルシアに置き換わるんだったらアップグレードでしょう。見返りが昨年マイナーで20ホーマー70盗塁を達成したクラッセという点については、少しもったいないなと思いつつ、アロザレーナ獲得でフリオも含めますと、向こう2年半の外野の2枠が埋まり、外野手は動かしやすくなっていたこと、クラッセはまだまだ荒さが残る中で、来年が早くも最後のオプションイヤーと、実は意外と時間が残されていないことも踏まえて、マリナーズ的には手放しても問題ないと判断したのかもしれません。かつてはトッププロスペクトだったものの、結局 DFA となってしまったテイラー・トラメルを考えますと、そういった発想もありだとは思います。続いてオリオールズは今日2件のトレードを成立させていますが、まずはレイズとのトレード。オリオールズが先発投手のザック・エフリンと金銭を獲得し、見返りとしてレイズは3人のプロスペクト、参加13位の内野手マック・ホーバス、参加18位の先発投手ジャクソン・バーマイスター、ランク外の外野手マシュ・エッツェルを獲得しています。
オリオールズはこの夏先発陣の強化が課題としてあり、特にローテーションの3番手以降がかなり未知数な状況でしたから、ソリッドな戦力が加わることになりました。エフリンは年俸1800万ドルで来季も保有できますから、来年も計算できる点で嬉しい選手と言えるでしょう。一方でレイズは来季エフリンの年俸が一気に上がることから、放出は規定路線、それを予定通り実行してきました。ただ年俸負担をした割に見返りはオリオールズ傘下内の立ち位置を考えますとちょっと弱めの印象。しかも同地区のライバルとのトレードでもあることも考慮しますと、この対価でエフリン売るんだなという気もしました。少し気になるとしたら、3人とも昨年のドラフトで指名を受けている選手たちであること。アロザレーナのトレードで獲得したスミス・ホプキンスも昨年のドラフトで指名された選手たちでしたが、何か気に入っている点があるのでしょうか。エフリンは今季19試合に先発し、防御率 4.09。 ただ無駄なランナーは出さず、5回から6回は最低でも投げますから、ある程度計算が立つ先発投手という印象です。オリオールズは今季すでにブラディッシュ、ミーンズ、ウェルズの3人をそれぞれ肘の怪我で失っており、先発の台所事情かなり苦しくなってましたよね。バーンズ、グレイソン・ロドリゲスの2人はともかくとして、3番手以降がゲームを作れず、ブラディッシュが離脱した翌日の6月15日以降の先発防御率が 5.33。 これは同期間の MLB で26位と全く振るわず、チームの調子も下降気味といったところです。そのチームにエフリンという計算の立つ先発が加わったのは嬉しいニュースで、これでもう少しローテーションのパフォーマンスが安定してくればいいですし、また来年も保有できる点も結構大きいんじゃないのかなと。ブラディッシュ、ウェルズはおそらく来年の開幕には間に合わず、バーンズとミンズは FA となりますから、ローテーションの頭数を確保する上でもエフリンの獲得は来季も見据えた補強のようにも感じました。そしてもう一件はフィリーズとのトレード。こちらはクリエイティブなトレードという印象で、フィリーズがオリオールズから外野手のオースティン・ヘイズを、オリオールズがフィリーズからリリーフのセランソニー・ドミンゲス、外野手のクリスチャン・パチェを獲得しています。ヘイズとドミンゲス、ともに今季成績とチーム内での立ち位置を落としており、環境の変化を与える側面もありそうですが、フィリーズはこの後の補強も視野にロースターを開けつつ、ブランドン・マーシュとプラトンできそうな右の外野手を確保し、一方でオリオールズは余った外野手を使って、復活すれば少し苦しいブルペンのキーマンとなり得る存在と、センター守備にも定評のあるパチェを獲得するトレードともなりました。両リーグの優勝候補同士がトレードするというのは珍しさもありますが、どちらにとってもうまくいきそうなトレードですよね。昨年オールスターに選出されたヘイズは今季 WRC+103 で、若い外野手の台頭著しいオリオールズにあって序列を下げていましたが、しかし対左に限れば WRC+154 とよく打っています。フィリーズに現状穴という穴はありませんが、対左の WRC+ がわずかに7しかないマーシュのプラトン相手を見つけられることができたらベストで、パチェではそれは担いませんので、ヘイズ加入でそれが叶った格好です。ヘイズは一応来季も保有できるものの、今季年俸が630万ドルで、来季さらに上昇が見込まれますので、現状ではノンテンダー濃厚ですが、一応活躍次第では来季も残す選択肢自体はあります。一方でオリオールズから見たら、カウザー、カースタッドが台頭し、外野手の整理が必要なチーム状況で、ノンテンダー濃厚のヘイズを使って今季よりチームに必要なピースを埋めてきました。ドミンゲスは今季38試合で防御率 4.75 と、失点の抑止に関してはうまくいってませんが、直近2年間はいずれも50試合以上に登板し、ソリッドな活躍ぶりでしたから、そこを少しでも思い出せばブルペンで頼もしい存在となり得るでしょう。直近2年間のプレーオフで結果を出している点も好材料かなと思っています。ドミンゲスも800万ドルと安くはないですが、オプションを行使すれば来季残す選択肢がこちらもあります。また最近カウザーのセンタースタメンも増えつつありますが、センター守備に定評のあるパチェでデプスも確保。ただ外野の整理が必要なのに外野手が結局減っていませんので、今回のトレードでマリンズもこの後放出の道をたどるかもしれませんね。ということで、主だったトレード4件についてざっとお話ししてきました。こうしてトレードについてお話しできる時期になったのが本当に楽しいんですけれども、明日以降はどんなトレードがまとまるのか、こちらも楽しみにしたいなと思っています。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げてきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。